スケ見ようぜ BJ TV。 こんばんは。こんばんは。週刊 BJ TV ニュース始まりました。急遽始まりました第28回、うん、はい、ついこの間やったような覚えが。ついこの間やりましたね。突然やります。はい、突然、はい、らしくていいじゃないですか。いいじゃないですか、ね、あのね、先週は、可愛い女子3人と一緒にお届けしましたが、うん、華やか。はい、今週本来の姿に戻ってですね、うん、地味、はい、お届けしようかなと思います。はい、はい、ちょっとね、あの急遽なので誰も来てくれなかったんですけど、まあね、あの熱戦を見たらですね、天の声さんと私だけでもやっちゃおうと、うん、あのもうなんか言いたいということで、はい、決まった、決まりましたよ。4チームが急遽決まりました。急遽ですよ、急遽。もう、はい、皆さん、こんばんは、こんばんは。もう今日は皆さんのコメント頼りですよ、はい、ね、頼りですね、はい。思ったよ通り、スタートからショールームの方ではご覧になっている方はまだ少ないという状況ではございます。はい、しょうがない、しょうがない、急にやるんだから。急にやるんだいや本当にやるんですかって何度言われたことか、はい、誰もいないんですよねって何度言われたことか。やるんですってお知らせしたのが2時間ぐらい前。そうですね、うん、あのみんなお晩です、どうもです、はい、はい、です。みんな信じてくれなかったんですね、うん、あのそんなね、昔はもう何年か前はね、この週刊 BJTV ニュースってそういうもんだったのに、はい、最近ちょっとね、あのちゃんと段取りを取るようにみんながなっててね、はい、そう、あのいつも始まる5分前に来て始めてるのは俺だけというね、はい、はい、あとはだんだん話ができます。江島さんのひいきの浜松勝ったねと。ひいきではないですよ、はい、ひいきではないですけれど浜松勝ちましたね。うん、いやー、まあもう本当ね、どう、何の話からしたらいいんですか。もうね、もうね、何から話そう。もうどうしよう。もういろんなものがもうえらいことになってましたから。相変わらずのノープランで始まってるので、ね、はい、何から何、勢いでやるかって言っただけなんでね、うん、特に決めてはないんですが。何から話していいか分かりませんが、まずは、はい、もうね、やっぱカンファレンスファイナルすごいわ。すごいですね。うん、まあすごいすごいとは聞いてましたが、はい、はい、もう本当すごい試合ばっかりでした。現地に行かれた方、はい、いらっしゃいますか、今現在お見えになっている方の中 ですね。現地にいらっしゃった方がいればね、きっとどこの会場でも結構ですが、はい、あの興奮を生で味わった方がいらっしゃるかと思うと羨ましい限りですね。おいらっしゃいました。いいですね。はい、手が上がってます、お二人、はい、長井さんと渋さん、はい、おお、山さん、山さん、おお、岩手ブースター、ブースター、ね、はいはい、予習ございましたね。はい、ということでですね、あの中にいたんだな、はい、ではまずは、はい、念願の有明、はい、出場を決めました。岩手青森から、岩手から行きましょうか、行きましょうか、はい、岩手中さん、いかがでしたかね、会場はすごかったでしょうね、という形でございますが、はい、はい、2戦目はね、圧勝、そうですね、はい、お、田口のブザービートを見たという方もいらっしゃいますね、はい、それちょっと後にしましょうか、後にしましょうか、とりあえずね、はい、取っときましょうかね、もう言っちゃいますからね、もうそれもこの辺まで出てきちゃってますけど、はい、取っときましょうかね、それね、はい、熱い試合でしたと、中さんね、はい、2試合目、はい、粉砕、2試合目はそうですね、うん、青森粉砕しちゃったね、111対57、まあ、うん、ダブルスコアに近いね、まあね、岩手のゲームになったらまあしょうがないんですよね、うんうん、まあやっぱね、江島も違う試合でも言ってたけど、第一試合だよね、やっぱりね、そうですね、うん、1戦目青森が勝てるチャンスが、まあ、あったと思うんですけれど、うん、まあ、なんとかね、オーバータイムに持ち込むところまで行けたんですけれども、うんうん、そこでやっぱりね、勝ちきれなかったというか、まあ、そこでもね、オーバータイムでもやっぱり岩手の強さが出ましたので、ね、はい、やっぱりああいう試合で1試合目オーバータイムで、うん、上位のチームの方が、はい、ホームのチームの方が勝ちきるとですね、はい、もうこれはもうイケイケで、やっぱ上位のですからね、うん、成績的にレギュラーシーズン上位のチームですから、あと1勝すれば有明だと分かってるわけですから、はい、そこがもう勢いが、そうですね、強いですよね、はい、ということで、まあ、はい、岩手はですね、プレーオフで、2年連続苦杯をなめていて、うん、はい、有明手前でいつも涙を飲んで、手前で中途下車してましたが、はい、はい、はい、有明行きの切符、今回は有明行きの切符、はい、
手にしました、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。岩手ビッグブルーズ、はい、まずはリア決進出その1ということで、早々に進出を決めました。はい、おめでとうございます、まあ、2戦目はねブースターの人も安心して見てたんじゃないかなと思います、うんうん、まあ今ねコメントで昨日は何やってもうまくいってましたと、はい、まあそういうのがね、うん、うまくやっぱプレーオフのタイミングで出せたっていうことが強さなんだと思いますね、はい、うん、という形でございます、まあ、1戦目ねこの試合のポイントを覚えてますか天の声さん。私が何と言ったか、はい、辰巳が踊ったやつだねそうです、うん、リバウンドって言ってそうリバウンドが青森が勝ってた1戦目は競れたんですけどね、うん、2戦目リバウンドまで岩手にが上回ってましたから、うん、そうなるとやっぱああなるんだなと、まあそうだね、いう感じですね。辰巳の踊りが効いたね、はいはい、辰巳さんね今 日、この辺、うん、今日はお休みです。お休みです。コメント出っぱなしで、はいはい、お届けしております。はい、リバウンド踊りというのをね、はい、一つの芸として確立しそうな勢いがございます。有明で見てください、はい、ということで、リバウンド踊りしてくださいって、はい、彼女基本的にね自分出てない時見てないですから、はい、って言いますよ。はい、はいはい、という形で、まずは岩手が早々に岩手ビッグブルーズ来ましたね、はい、そして、ウエスタンの方がウエスタン、はい、もうね、うん、何が何やらあれだけ強かった。そうですね、1位2位の上位2チームが両ごけという、はい、この状況でございますね。あ、そういえばそうだ、そうですよ、岩手はね田中さん、田中様いらっしゃってましたね。田中様がねいらっしゃるとやっぱりね、はい、やりました岩手、やりました岩手、はいね、機会があったらまたね出ていただいたりとか岩手の戦のね感想も聞かせてもらうように、うん、ぜひまたね田中様に来ていただければなと思ってますが、はいはい、ということですが、はい、ウエスタンはまずはじゃあ、2位3位、まあ、ここはね、はい、どっちがどうっていうのはもともとね、上位3チーム、はい、白昼している中で順位が決まった2位3位でしたから、はい、これは厳しい、どちらにとっても厳しい戦いだとは思っていましたが、ね、なるとは思ってましたが、さすがのゲームでしたね、うん、はい、これはねなんだろう、やっぱり浜松のインサイドが非常に良かったのと、うん、波佐と兄、そうですね、うん、兄が効いてたね、兄が効いてたね、うん、兄弟対決でしたが、ね、うんうん、まあ第1戦はオーバータイム、うん、第2戦もね、まあ、競った試合でしたからね、63対70ですけれど、うん、特にね第2戦ですね、第2戦なんかなんていうんですかね、引導を渡したみたいなスリーポイントね、うん、決めた時は、うん、ああこれでハマス決まったかなっていうのをね、あの、ね、波佐と兄選手がタスク選手が決めて、うん、まあ、有明を決めたスリーポイントになったんじゃないかなと思いますね。そうだね、はい、まあそのくしくも江島の言うように、はい、初戦を、そうです、初戦を浜松が取ることが大事と、はい、オーバータイムで取り、取った、よく取ったな、よく取ったね、よく取りましたね、まあ、マーリー選手のブザービーター、うん、でしたけれど、はい、シーンとしてですね、沖縄の会場が、うんうん、あれ今シュート決まった、あれ時間間に合わなかったのかなって、私ね、あのスマホで見てたもんですから、うん、あの、あら、ダブルオーバータイムなのかなってなんだかよく分からなかったですね、うん、でも、うん、試合終了ですというのがこのシーンとした中に響き渡ってね、うん、アーハマス勝ったんだという感じでしたけど、うん、いやーよく決めました、うん、さすがです、ね、はい、そして、2戦目も決定戦まで進まずに、そうですね、きっちり勝ち切ったと、はい、でもね、まあ、私の予想はどうでもいいんですけれど、まあ、浜松はねやっぱり2戦で決められるものなら決めたいという中で、うんうんうん、まあ、最後の最後までねずっと競った展開になりましたけれども、先ほど言ったように、波佐選手のスリーポイントが残り30秒切ってから20何秒かな、うんうん、で決まったのが決まったなっていう感じしましたね、うん、そこからはもう、うん、なんていうんですかね、まあ、沖縄はもちろん反撃してますけれども、う、ね、どうしても苦しい中での反撃、それまではまあ競った中だったんでね、うん、決めたなという印象がありますね、はい、という形で王者沖縄は敗れると。そうですね、ディフェンディングチャンピオンがここで消えました、あ、はい、あ、駆け巡ったね、いや沖縄が、はい、琉球が負けたよと、はい、事務所内も駆け回ったね、事務所内もね、みんなこう騒然とする感じでしたね、おーおーおー、はい、という状況の中、はい、
そのもう一方あれだけ強い強いと、はい、プレーオフのファーストラウンドなんかもう強えなと、強えとさすがだと、うん、言っていた京都ハンナリーズ、滋賀がここ一番、はい、ガチンと食らわしちゃったね。そうですね、だからね、沖縄で衝撃が走った後にね、うん、また大きい衝撃がね、うん、やってきた感じで、うん、いやこれもびっくりしましたね、はい、まあでも2日間とも、まあ、第2戦はね京都が勝ったんですけれど、2日間ともやっぱ滋賀がいい試合をしたなと。そうだね、はい、うん、京都らしいゲームができなかった2日間だと思います、はいはい、何をしてんだっていうようなねもうクラクラ来ちゃったね。そうですね、滋賀がね第1戦80点で第2戦負けましたけれど73点取ってますので、うんうんうん、でまあ最終決定戦もう25点取ってますからね、はい、うん、あのそういう意味では本当に京都らしさを出させなかった、うん、滋賀の勝ちという感じでしょう ね、はい、まあ、滋賀レイクスターズもね、うん、もうプレーオフには常連と、はい、もうここ何年も、ここも悲願ですよね、有明がね、うん、どうしても有明に行きたい、ようやくと言ってる状態で、うん、ようやく有明への切符を手にしました。そう、お隣のチームがね、はい、ここのとこ3年ぐらい連続で有明行ってる中で、はい、キーッとなってた、そうですね、シガレイクスターズですが、ここしばらく京都沖縄という時が多かったですからね、うん、2つとも敗れるとプレーオフはちょっと想像できてなかったですね、うん、正直、はい、そうね、プレーオフで滋賀は京都に敗れていけずとか、うん、沖縄に敗れていけずとかいうのが続いてましたが、ついにその牙城を破って、はいはい、滋賀レイクスターズ有明進出と、はい、いうことでございますよ。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、琵琶湖もいいお天気だったでしょう、ね、うん、水せき止めなくて済みましたからね、はいはい、ということで西の1位2位が敗れるという大波乱の中、有明に来るとという大波乱の中、はい、岩手はスムーズに決着をつけたんですが、はい、一方の秋田ですよ。行きますか、そこに。一方の秋田ですよ。そこに行きますか、はい、新潟はね、本当にその先週の、ね、金曜日の話でもしたんですが、はいはい、今強いんだよね、新潟。新潟強いですね、うん、まあ、この試合も、ね、本当に強かったと思います、うん、新潟、はい、強さは感じる戦いぶりでしたね。そうなんだよ、はい、だから組み合わせでね、4位であったのは間違いないんだけど、はい、そのだから1位と4位という、普通なら2位3位と当たるより1位4位の方がいいの間違いないんですが、ことここに至ってはですね、はい、なんで新潟がそうですね、秋田にしたら ね本当に、まあ、やりづらいというか、うん、あの得て増えてではなくて単純に後半戦一番強いっていう新潟でしたから、うん、まあね、第1戦はそれが出た試合でしたけどね、はい、はい、第1戦は秋田が74対79で落とすと、うん、落とすとこういうことでしたけれども、これはね、まあ、この試合もね、第4クォーター途中まで秋田勝ってたんですよね、うんうん、で普通秋田のあの会場の雰囲気ですから、うん、あの飲み込まれておかしくないんですけれど、うん、そこで第4クォーターでね、5点差をひっくり返して、うん、逆に5点リードして、まあ、10点要は第4クォーターで勝って勝利と。そうだね、いうのはやっぱ強いチームの勝ち方ですよね。そうだね、まあ、新潟のメンツ見ても佐藤君武にしろ、うん、はい、池田にしろ、やっぱり修羅場はくぐってきてるしね。そうですね、経験値も多いし、はい、まあ、外人もね、トーマス・ケネディなんかも何度もプレーオフ、はい、あるいは有明も出てるような外人ですから、そうですね、はい、そういったところのその強さというか、はい、あの空気に飲み込まれない強さっていうのが、そうですね、出た試合でした ね、はい、ね、自信持ってやってたと思うんですよね、うん、新潟はね、うん、なのでその空気に負けることなく、うん、さすが新潟という第一戦でしたね。そうだね、はい、あとはまあ、今コメントでフリースローが決まらなかったってきた。そうなんだよな、はい、そうですね、フリースローはね、両チームともあまり成績が良くないで、そうですね、特に秋田の方はフリースローの機会が多かったにもかかわらず、はい、落とした本数が結構あったんでね、初戦ね 43.8% しか入ってないんですよ、うんうん、そうなんだ。なのでまあこれ入れてればね、1戦目ももうちょっと競った展開になったとは思いますけれども、うんうん、まあここは秋田うんぬんというよりも新潟の強さを認めましょうという試合でいいと思いますよ。そうですね、はい、はい、
そして運命の翌日、はい、日曜日でございますよ。第2戦第3最終決定戦と続いていくわけですが、うん、これがね、なんて言うんだろう、スルッと勝ったんだよね秋田が。そうですね、うん、まあ82対63ということで、うん、まあこれは秋田の良さが出たゲームじゃないですかね、うんうんうん、はい。でね、こうスルッと勝った勢いで、はい、決定戦もいい感じで入ってくるのかなと、はい、思ったんですよ僕は。思った、はい、思ったんですよ。なるほど。でちょっとおトイレに行ったんですよ。おトイレに行った、はい、なるほど。それでですね、おトイレ帰りにね、はい、あ、コーヒーなんかも入れちゃおうかななんですね。あ、なるほどね、はい、あのコーヒーを入れたんですよ。コーヒー入れて帰ってきたんですよ、はい、9対1で、9対1になってましたね。新潟が勝ってましてね、9対1になってましたね。な、何と、うんうん、なぜこうなったと、はい、いう状況からですね、11対1までいったんですよ。11対1まで行ったんですよ。11対3かな、4かな、うん、ぐらいまで行きましたね、うん、まで行ったんですよ、はい。まあ、何にしろこの5分5分のところでですね、はい、前半3分過ぎたところで9-1、はいはい、勝負ありかなと。半分、そうですね、あの普通であればありになっておかしくないと思いますね、うん、だってその後追い上げたっていうか、結局は前半終わって11対4かな、はい、7点差、そうですね、はい、11対4ですね、7点差つけられちゃったと、はい、やっぱこう焦りも出るじゃない。普通だったらそうですね、うん、普通だったらそうだと思います、うん、という状況でね、はい、まあ、僕はその京都も、はい、見ました、はい、まあ、沖縄も見ました、はい、という中でこの見ててね、うん、はい、はっきり言ってですよ、もう気持ち悪くなっちゃってねそうですね、ゲロ吐きそうになったんですよ。もう熱戦を見すぎですねそれね、もう、はい、うわーと、もう何がどうなってんだこれと。いやね、本当にね、興奮しすぎて体調悪くなる方もね、会場でいたぐらいの試合でしたから、ね、我々もねはしごしてるとね、こうクラクラしてくるんですね、はい、ゲロ吐こうかとそんな試合でしたね、うえってなっちゃう、そんな試合でした。うん、当事者として、ね、考えた時に、はいはい、まあ、沖縄もそうだし、うん、京都もこうレギュラーシーズン1位2位で突っ走ってきて、はい、ホームで、うわっと、はい、こらたまらんぜと思っているところへまた秋田もかいと、はい、そうですね、その当事者の気持ちを、ね、ちょっと一瞬おもんばかった瞬間にゲロ吐きそうになりました。下克上だらけでしたもんね、ただなりそうでしたね、うん、はい、という状況の中からね、田口対策と江島君は言っていたけれども、はい、いましたやつは今ちょっと違うステージに行ったな、選手として化け物ですね、うん、BGA の、 その、まあ、いい選手であったのは間違いないんですが、はい、去年からねものすごい勢いでこう伸びて自信をつけたのかな、はい、そうですね、今期になっては本当にこう、はい、なんだろう、一皮むけたというか、はい、一皮も二皮もむけたというか、うん、上のクリニックみたいなねそういう意味ですか、向けに向けて上まで行ったから、なんか上に上がったみたいなことかなと思ったら上のクリニックはちょっと違うじゃないですかそう、はい、ずるっと向けてね、いやもうすごかったです本当に、はい、いやメンタルがまあ特に強くなったっていう、そうですね、はい、うん、アメリカ修行でランクアップ ね、 そ う、 ね、うん、そうかもしれないな。でも本当にね、はい、強くなった、はい、いろんな意味で、そうですね、うん、それこそね9対1で負けた状態から確か田口選手がね3ポイント1本決めて落ち着かした、うん、あと思うんですけれど、そうなんだよ、で、ね、あれを決めるのはすごいですね。そうそうそう、でね、うん、そこからね新潟の近藤がね突き放す3を決めたんだよな、はい、で、あじゃあと、はい、いうところからもう一回追いかける入れ返す3を田口がね、はい、やっぱスコンと入れてるんだよね。そうですね、あの辺のメンタルの強さ、ギリギリ2ポイントなんだったんじゃないかな、うんうん、あそうか、はい、うん、だと思いますけれど、うん、まあ外入れましたね、 あれがねやっぱりあそこで入れ返せるかどうかで、はい、まあ、ギリギリ2だったにしろあの角度からのねあの距離のものを入れ返すっていうこの流れを持っていかせないっていうね、はい、あれはすごかった。
ぱね、秋田がそういう意味では、まあ、田口選手もちろんすごいんですけれど、チームとしても、ね、非常に良かったなと思います。そうだね、チームがやっぱりね、メンタルが強くなってるね、はい、去年の有明を経験してるっていうのがいい意味で、ね、チームで戦ってますね、うん、出てきてるね、うん、大抵ね、9対1とか、まあ、劣勢に立つとですね、どうしても高い確率でシュートを入れたくなるので、ゴールにドリブルで向かっていくのが多くなるんですよね、うん、本当普通はそうなるんですけど、秋田はね、ちゃんとパス回して田口のスリーポイントっていう、その自分たちの強いところでちゃんと攻めれて、うん、それをまた田口がちゃんと決めるというのは、チームで戦ってるなというのを非常に感じましたね。そうだね、だからチームの強さでしたね。そこはやっぱり長谷川ヘッドコーチもね、はい、は見事だったかなと、やっぱり長くね、はい、現役を続けられて、はい、まあ国際舞台でも活躍をされた、はい、そのクラッチというかですね、うん、勝負強さ、勝負感っていうんですかね、はい、そういう勝負をどうコントロールしていくかっていうところにはやっぱり長けたところがあったのかなと思ってますね。自力でいくと今の新潟の調子でいけば、まあ、最初に、ね、9対1ですか、うん、リードを奪ったように、うん、新潟今すごく、ね、強いし力あると思うんですね、うん、ただ、秋田劣勢に立っても自分たちのやりたいことを忘れないで、うん、まあ、田口選手のスリーポイントもそうだし、あと後半ですかね、うん、速攻2本入れて追いついていったんですよね、うん、で今年秋田ディフェンスから速攻っていう、こうなんか秋田タイムみたいなのがあるんです。ハピネッツタイムみたいなのがあるんですよね、大抵ね、うん、それがね、ここで出たっていうのはさすが、はい、うん、だと思います。そうですね、うん、いや素晴らしいね、江島君、今日は熱が入っているね、はい、いやさっき一応ね、もう一回見たんですもう一回見て、何が良かったんだろうなと思ってね、もう一度見たんですけど、うん、なので、まあ、私ね、ファーストラウンド秋田 見に行かせていただいていたので、うん、その時の秋田のいいところっていうのが、劣勢な状態からちゃんと出てきたっていうのがね、すごかったですね、はい。なんか It's a happiness time っていう風にコメントが来てますが、はい、なんかビールがうまそうな時間になりますね、 ね、 そうですね、そういうことですかね、はいはい、大きな忘れ物がありますから。なるほど、お届け物はなかったですよ、我々のフロントにはお忘れ物ですっていうお届けはなかったですけど、何忘れたんですかね。いやいや、もうね、秋田チームが帰ってきますよ、有明に。なるほど、はい、何を忘れたんでしょう。はい、心当たりはない。心当たりないですか。おかしいな、その場に去年もいたはずなんで。いやいやいや、はい、琉球の方々が持って帰られましたよ。はいはい、そうですね、私のですっつって、はい、そうですね、特に忘れ物はなかった。忘れ物ではなかったですね、はいはい、我々には届かなかった、はいはいはい、というようなことで、はい、あったんですが、ですね、パソコンがですね、はい、久々にですね、はい、そのゲームの決まった瞬間、はい、ビリ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 って振動したんですよ、はい、そうですね、スピーカーの振動がですね、はい、そのままパソコン全体にビリ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 伝わるという。いやー、それぐらいの盛り上がりを見せましたね。音が割れましてね、はい、まあ、それはね、秋田のニュースもハピネッツだらけになるでしょう、はい、そうでしょう、それは劇的でしたからね、はい、劇的でしたから、そのパソコンのビリビリ具合をですね、はい、皆さんにもお見せしましょう。皆さんにも感じていただきましょうか、はい、見逃した方もいらっしゃるかと思いますが、はい、秋田オーバータイム、はい、第3決定戦、はい、最終決定戦、最終決定戦、はい、1点ビハインド、はい、残り5秒と、残り5秒、そこからドラマがあるわけです。見せてくれるわけですね。お見せいたしましょう、はい、唯一ちゃんと予定されていた内容ですね、はい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 、今回、はいはい、ではその様子を見ていきましょう、見せちゃいましょう、どうぞ。
キューパー記念して明日が勝利をされました。万歳万歳ですね。いやそれはね万歳しますよ。うん、すごかった。すごかったね。何度見てもすごかった。あのね、はい、残り5秒でね、はい、その新潟のケネディがボールをこぼしたんだよ。そうですね。あの多分ね、あのポーンとボールが出た瞬間は、あもう新潟決まったと思った人も多分ね、うん、結構いらっしゃったと思うんですけど、はい、あんなことあるんですね。ね、あんなことあるんですよ。あんなことあるんだよ。はい、新潟ボールだったんだよね。残り十何秒でね。はい、で5秒だからまあボール入れてワンプレーツープレーでシュートが決まんないとっていうところで、はい、まあ、入ってすぐのワンプレーでシュートをセレクト、はい、そうですね、はい、でそれが外れた時にね、はい、なーっていう感じはあったと思うんだよ。そうでしょうね、はい、でねあそこ田口がリバウンドから入れてるんだけど、はいはい、佐藤君武選手がねスクリーンアウトをかけてるんだよ ね、 あのねちゃんと守ってるんです、うん、はい、それがねボールの跳ね具合でね田口の頭の上に跳ねるんだよ ね、 そうですね、ボールがこう田口の頭の上にこうビヨーン飛んできた感じですね、うん、そしてそれをね取った田口が、はい、わた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 っと、そうですね、ちょっとファンブルしたかのようにも見えましたけれども、わたわたしながらもとにかくもう時間もないから、はい、突っ込んじゃえみたいな、はい、シュートで入りましたよ、はい、そうですね、これはねもうねあの何がどうっていうんじゃなくて、はい、まあ、なんつうんだろう、会場を含めた秋田チームのどうしても有明に行くんだっていう、 そうですね、そのなんだろうな熱気と気合と、うん、執念みたいな、 そうですね、それがね、はい、ボールの行き先を田口の頭の上にし、うん、はい、田口のシュートをネットに吸い込んだと、はい、そう言っても過言ではないんじゃないかな。そうですね、もうだそういう意味でいくとレギュラーシーズンでホームコートアドバンテージを取ったってことが秋田の、うん、そうだね、そもそもの秋田の、そうだね、勝ちにつながる最初の第一歩ですよね。田口選手のシュート云々ももちろんあるんですけれど、まあ、エナジーですっていうね、コメントもいただいてますけれど、会場全体が押し込んだっていうようなシュートですから、そういう意味ではもう秋田ホームでやれてたことが秋田にとっては非常に大きかったんじゃないかなと。そうだね、シュートだと思います。そうだね、はい、東方そうだね意味が分かんない意味が分かんないですけど、いやでもですね、実はプレーとしては田口選手が、私ファーストラウンドから見ましたけれどがからずっとね続けてた、彼ボールに向かってとにかくスクリーンアウトされてようが何だろうがとにかく飛び込んでいくっていうことをファーストラウンドからすごくしっかりやってたんですね、うん、なので佐藤君武選手しっかり抑えてるんですね。でも田口選手全く諦めてない、なのでそれあのシュートが生まれたというふうには思います、うんうん、リバウンド、まあ、本来ポジション的には田口選手リバウンド取るような選手ではないんですけれど、うん、ファーストラウンドの時はねリバウンド10本取ってダブルダブルで、ゲームの MVP に選ばれたりとか、うん、この、まあ、新潟とのねあのカンファレンスセミファイナルでも第1戦で8本取って第2戦で6本でこの最終決定戦でも5本ですよ。いわゆるシューティングガード外側のプレーが多い選手がリバウンドそれだけ取ってるっていうことはすごく飛び込んでるんですよね、うん、それが最後の最後に、まあ、ご褒美というかですね、ファーストラウンドから頑張って飛び込んでた田口選手にご褒美をくれたみたいな、そんなシュートだと思いますね。そうだね、まあ、ゲーム MVP も取りましたけど、はい、まあそれも文句なしって言ってもいいからね、まあ、そりゃそうです、はい、うん、まあそれこそ会場にね田口君の決め台詞、はい、おいさーが響き渡っておりましたが、はい、やりまくりですよね、それはね、それはもうやりまくってもういいでしょうという形、はい、誰も飛べないでしょうと心言うまでおいさー言ってくれと、はい、いうような空気だったと思うんですけどね、うん、まあ確かにその田口もねあれわたわたはしたんだけど、あそこでこう密集してるんでリバウンド取って一回ボール下げたら、はい、抑えられちゃうと。そうですね、なのでそのまんまそこからシュートに持ち込んだということをね
言ってたらしいんだけど、そうですね、冷静だね。そういう意味ではね、あの状況では冷静ですよね、うんうん、なんかねこうわたわたした手だけ見るとね、うん、あの慌ててたのかなという感じしてましたけど、まあ、俺は慌ててたんだと思うけどね時間に来た、もうそのまま打つしかねっていうね、つかみきれなかったんでしょうね、うん、まあつかみきれなくても何しろとにかく打たないことには時間がないから、ただそれを下げたら下で取られる、うん、ファールされる、いろんな可能性を考えてそのまま打ったっていうのは田口選手の好プレーですよね、うん、だそういう意味ではね、あの日頃心がけてることをちゃんとやっていて、うん、でああいった状況でも状況を冷静に判断をしていて、うんうん、そこに最後ねブースターの皆さんの後押しがあってと、いうことで、まあ入るんですね、ああいうシュート。そうだね、うん、なかなか見ないけどね、素晴らしいシュートだったと思いますよ、はい、まあ有明を決めたシュートなんでね、うん、はい、という形でとうとう今シーズン、はい、2014-15 シーズンのファイナル進出チームがついに決まりました。おさらいをいたしましょう、はい、ウエスタンカンファレンスからは大下克上を勝ち抜いて、はい、滋賀レイクスターズ念願の有明進出、念願です、おめでとうございます。そして、一時期連覇をいたしました、はい、あ、王者復活にかける、はい、帰ってきます、帰ってきます、文字通り、はい、フェニックス、フェニックス、そうですね、文字通り生き返ってきましたよ、不死鳥、はい、浜松東三河フェニックス、はい、おめでとうございます。ウエスタンから堂々と名乗りを上げました、はい、対する東カンファレンスからは、はい、シーズンの1、2が、まあ、形でいうとね、はい、素直に進出をしてきたんですが、2位岩手は青森の下克上を止めて、はい、しっかり、念願の有明プレーオフ、プレーオフ止まりが2回から、はい、ついに有明、おめでとうございます、初出場、はい、おめでとうございます。岩手ビッグブルーズ、はい、そして前年のイースタンカンファレンス勝ち抜き、はい、うん、決勝に大きな大きな足跡を残しながら、はい、必ずここへ帰ってくるぞと、はい、心に誓って本当に帰ってこれた、はいはい、素晴らしい秋田ノーザンハピネス、はい、クレイジーピンク集団の再来と、有明にやってくるということですね、いう形で、はい、おめでとうございます。この4チームが、はい、進出を果たしたんですが、実はですね、はい、実は4チーム中、4チーム中3チームが、はい、赤系の色です。なるほど、はい赤に染まる会場みたいな感じですか、はい、滋賀レイクスターズの青がありますが、はい、あとはビッグブルーズが赤、赤、フェニックスも、まあ、赤に近い色、はい、くれないっぽい感じですかね、はい、そして、ノーザンハピネッツはピンクと、ピンクということで、はい、今年の有明は赤っぽいですかね、はい、いや青も頑張りますからね。なるほど、まあ、皆さんね初めて来るブースターの方も結構いらっしゃるんじゃないかなというような、有明、になりそうな感じなので、うん、まあ、去年もね来てる秋田、はい、あの人たちが有明ってこんなとこなんだよっていうのをね見せるぐらいいっぱい来てくれそうな気もしますし、はいはい、そのねいわゆるブースターの姿を見てもらうっていうのでも、うん、まあ、もちろんね試合はもちろんなんですけれど、それを応援するブースターの人たちもね1年間有明に向かっていくぞ有明って言ってやってきた人たちがようやく来ますので。ただね、赤に染めるぞと中さんがおっしゃってますが、はいはい、これね赤に染めるのね大変ですよ実はね、はい、秋田がね、はい、えらい勢いで、えらい勢いで、ね、有明周辺のホテルを抑えてます、はい、このまま行くとピンクに染まりますよ、はい、赤頑張れ、赤頑張らないと、うん、はい、ということになってますよ。去年もねピンクに染まりましたんで、はい、今年はね、はい、他のブースターの人たちもぜひ負けないぐらい赤頑張ってほしいですね、はい、なんか伊勢ニュースによるとですね、はい、秋田がですね、はい、近くの有明ワシントンホテルをですね、はい、昨年負けた日の夜にですね、はい、翌年の23、24を抑えたっていう話をですね先ほどちょっと聞きましてですね、本当ですか、そこまでの我々すら抑えてないのに、うん、有明ワシントンホテル、まあ、その、秋田ブースターの割り送ってですね、はい、江島がワシントンホテルには泊まれませんでした、泊まれません、はい、私は家に帰りますから、はい、
お前飽きたどころかスタッフは来るの分かってんだから抑えとけよって話だよ。ね、天の声さんホテルなんて来ないですからね。そうだ翌日ね、おう、はい、そこはあのなんとかこじ開けたいなと思います。こじ開けないと、はい、こじ開けないと天の声さんいらっしゃらない、ね、俺は来ないよ。皆さん会場に天の声さんもいらっしゃいますからね、探してみてくださいね。はい、またね今シーズンの全部見ると天の声さんたまに映り込んでますから、はい、ぜひ見てください。お、長谷川ヘッドコーチが有明に5000人来てほしいと言ってると。なるほど、有明のキャパは1万あります。おお、半分を染めるってことですかね。いい、別に1万来てもいいんですよそうですね、我々はもうどこの分散業者もウェルカムですから。ウェルカムですか、はい、ぜひ多くのね、まあ一人でも多くのねブースターの方に見ていただきたいというふうに思いますね。そうですね、まあでも本当に、岩手ブースターの皆さん、はい、あの秋田ブースターの方々はもうだいぶそういう勢いで来てますから、はい、負けないように、負けないように頑張って来ていただかないと、はい、いただきたいなと思っておりますよ、はい、やっぱね、いろいろな、ね、チームのブースターの顔が見えたり、うん、色が見えたりするっていうのがファイナルの面白いところですから、はい、そうですね、応援の仕方だったりとかね、うん、まあ秋田だとね例えば県民歌歌ったりとかっていうのがあったりしますけれども、はいはいはい、そういったチームによってね、ブースタースターの応援の仕方が違ったりとか、はいはい、そういうのもありますんで、そうですね、有明というところで見るとねまた面白いんです、はい、このね、いろんな色があるのがね、はい、楽しみにしてますよ。ビッグブルーズは牛連れてくるかい？どうなんでしょうね、うん、まだね今ちょうど今ねチームの人たちに、有明進出おめでとうございます、うん、何時にこんなことがありますよなんていうメールをね、うん、チームの人たちに送ってどうしますかなんていうのをしてるところなんでね、うん、我々も何がこれから起きるかまだ調整しているところではありますけど。そうですね、ビッグブルーズは赤べこでも連れてくると面白いね。去年生ハゲいましたもんね、秋田ね、はい、赤べこがベコ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 をスタンドで動いているとそれはそれで面白いかなと思っておりますよ、はい、まあ、ダンカー君もいますしね、ダンカー君もいますしね、マグニーもいますしね、いろいろいますよ、いろいろいるよ、みんなマスコットとかもね来てくれると面白いなと思いますけどね。岩手からね、僕は何をお土産で持ってきてもらおうかなと思ってんだよ。岩手から、うん、なるほど、お土産で。岩手だと、はい、そうだな、冷麺かな。そうですね、うん、岩手、私ね、一度だけ岩手の会場をお邪魔したことあるんですけど、うん、冷麺が美味しかったイメージがありますね、うん、はい、冷麺食べました。ぴょんぴょん亭とかつったかな、違ったかな、はい、分かんない、なんか有名なとこがありますよね、はい、そこでいただきました、ね、ですので岩手ブースターの方々はですね、はい、BJ のスタッフもしくは私にですね、はい、お土産で冷麺を持ってくることはね全然構わないことなんですよ。さすがだな、こう自分からお土産を要求する人なかなかいないもんな、はい、しかもみんな顔知らないっつ話でね、ぴょんぴょん者だって、ぴょんぴょん者だ、ぴょんぴょん者ね、はい、お土産要求してるわけじゃないですよ、はい、要求してますよ私は。あ、そうですか、はい、やだな、なんかこれ天の声さんに渡しといてくださいみたいなね、はい、ただ渡すだけの役に立つのやだな。普通お邪魔するときには手土産を持ってくるでしょう違います、来ていただくんです。あ、そうかい、はい、お土産用にもね、何でしょうね、感動ですか、あ、喜びですか、うん、そういうお土産を持って帰っていただけるように我々は頑張ってますから、まあ、逆にね、はい、冷麺じゃなくても岩手ではこんなものもあるんだよっていうのを持ってきてもいいんですよ、はいはい、なんか綺麗にまとめようとしたのに意地でもなんかもらおうとしてますね、はい、当たり前じゃないですかダメだこれ、まあ、この固い意志は俺じゃ何ともできないな。秋田は日本酒でも、はい、僕はねお酒はあまり飲まないんだね。そうなんですよ、私と天の声さん2人ともねお酒飲めないのでね、はい、はい、ということですので、滋賀は何が持ってきてくれるのかな。滋賀は何人でしょうね。何だろうな。何でしたっけ、何寿司でしたっけ。船寿司でしたっけ。滋賀って違ったかな。滋賀名産って。ほらほらほら、持っていけたら持っていきますって言ってくれてますよ。はい、ありがとうございます。持っていけたら持っていきます。琵琶湖は持っていけないでしょうからね。持っていけたら持っていけます。はい、断固とした決意を持って持ってきなさい。いやいやいや、もうね、琵琶湖は持ってこれませんね。いろんな感動を持って帰ってもらえますから、はいはい、豆腐カステラ、豆腐カステラってどこなんですかね。秋田じゃないですか。秋田か。秋田のさっきの方ですかね。はい。はい、琵琶湖の水でいいでしょう、うん、まあまあそれもありかな、はい、琵琶湖の水ですよって飲めるようにして持ってきてほしい ね、 ね、まずはね、そういうなんか商品みたいなのがあればね、うんうん、はい、それもいい、は
パールライスが、はい、滋賀レイクスターズはついてなかったっけ。ついてますね、なんかね、ついてたね、はい、ちょっと覚えてないですけど、うん、はい、まあそれでもいいし。いやもうね、浜松はうなぎだな。うなぎですかね。ああ、うなぎ食べさせていただきましたね。浜松何度か行きましたけど、はい、非常に美味しかった思い出があります。昼はきっと浜松からうな丼が差し入れられるかな。うなぎパイぐらいじゃないですか。ああ、なるほどね、はい、うなぎパイぐらいだと思います、ね、うん、あとはなんだろうな、はい、楽しみだなまあね、いろいろ楽しみ。お土産がいっぱいあると嬉しいな。いやいやいや、もうね、お土産を持ってこなくていいです。来ていただければ大丈夫ですから。ありがとうございます。来るならお土産を持っておいで。来ていただくことが皆さんね、お土産だと思ってます。私は思ってますよ。僕はお土産を欲しいです、はい、天の声さんはどうしてもお土産が欲しいとは言っています。はい、はい、はい、ということではございます。来てほしいな。いやいやいや、まあでもね、やっぱり、はい、あの、まあ出場する4チーム、はい、以外のね、はい、いろんなファンのブースターの方々、はいはい、各チームのブースターの方々も、まあ、ファイナルはそうです、ね、まあ、どこが勝つのかなっていうのもありますけど、はい、あのお祭りですから、うん、BGA 最後のそうです、ね、はい、集大成ですから1年 ね、 あの最後大騒ぎしに、はい、遊びに、はい、お土産を私にぜひぜひ来ていただければと私に、はい、ですから、まあまあね、まあ、残念でした。新潟ですけれども、新潟ですと、まあ、お餅、はい、ね、お青森だったら、まあ、リンゴ関係のものですとかね、はい、そうですね、もうね、もう全然ね、あの宿取っちゃったとかね、はい、あの飛行機新幹線取っちゃった人はね、うん、ぜひそうですね、予定を変えずにですね、そうですね、あの有明来ていただいて、そうですね、まあ、例えばね、あの東のブースターの方は東の代表として岩手秋田に頑張ってくれっていうのもいいですし、そうでしょ、はい、うん、あのそういうのも含めてね、あの皆さんに楽しんでもらえる有明になると思いますので、そうですね、ぜひ来てください、はい、ピンク着てきてくださいねっておっしゃってる方いますけどね、はい、誰に言ってるんでしょうね、はい、赤大丈夫ですか、はい、もうすでにピンク着てこいっていう活動がここで始まってますよ、ね、我々ね、なかなか切り分けがいかないですけどね、はい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 、去年はね、家帰ったら家族がピンク着ててびっくりしましたけどね、はい、なるほどね、はいはい、秋田ブスタにあのと一緒に応援してたらこう T シャツくれただか貸してて、はいはいはい、なんか言ってましたけどね、はい、びっくりしましたが、私はですね、ピンクがね、はい、似合うんですでも着れませんそうですね、はい、はい、天の声さんはコート上出ないんですか今回は、はい、ピンクだ、ピンクな、赤いパンツとピンクのブラジャーでもしてきますかね、なるほど、はいはい、で青いジャケット羽織ってことで、そうですね、大丈夫ですか、大丈夫ですね、はい、暑いですよ、はい、はい、あ、辰巳さんね、辰巳さんね、辰巳さんね、そういう時ね、空気読まないですから、はい、彼女はね、辰巳さんね、ちなみに自分出てない時見てないですから、はい、残念ながら、ああ、あのせっかくね、ブースターの方々がピンクをっていうのね、やつはね、しかもね、アイドルみたいなことをね言い張る割にはね、黒とかね、はい、茶色とかベージュとかそういう色が好きですね。そうですね、あんまりピンクみたいなのはね、はい、着てきたのは見たことないですね、確かに、はい、そう言われてみれば、そうですね、はい、というところですよ。さあもう4チームが決まって、はい、ワクワクです。そうですね、ここから2週間ですか。もう2週間ないんですもんね。2週間ないんですよ。楽しみすぎるな、はい、あのカンファレンスセミファイナル見たら楽しみすぎますよね、うん、そりゃね、そうですね、はい、それとですね、皆さんにちょっと先行してお知らせしますがね、はい、お知らせ、はい、何でしょう。ここで今見てる人だけ分かるって言えばいいんですかね、はい、実はファイナルに富樫が来ます。おお、富樫来ますね、うん、はい、富樫選手来ると聞いてますよ。おい、はい、皆さんにご挨拶をしに行きますなっていうことも言ってたような気がしますよ。言ってたような気がしますね、はい、そしてさらに、さらに何でしょう、南口というのを皆さん有明分かりますかね。南口、はい、はい、あの橋を渡ってくる方ですね、はい、そちら側に何かしらデデンとある可能性が今年はあるんですよ。正直ね、あの皆さん感じてたかもしれないですけど、うん、あの南口有明、の国際展示場の方からね、こう橋を渡ってくるんですけれど、ちょっとね、あの寂しい感じが今まではしてたんじゃないかなと思いますんで、うん、ドドンと今回はあの来たぜ有明と思ってもらえるようなね、あのものを用意してますんで、はい、ぜひ見てみてもらえればなと思います、うん、はい、
他にもですね、アトラクションでですね、はい、こらすげーなっていうのが一個あるんですよ。なるほど。これはターキッシュエアラインズさんのね、はい、田中様、田中様のコネを使ってですね、田中様ありがとうございます。はい、NBM と とか、はい、ユーロリーグとかでも、はい、オールスターとかにも出たですね、はい、ロード・オブ・グラビティという、ね、はい、ぴょこたんぴょこたん飛び跳ねるやつらがね、まあ、あのトランポリンを使ってダンクする、ね、人たちなんですけれど、それもねキュルキュルンって回ってダンクしたりとかね、はい、まあ、あの NBA とかアメリカのバスケが好きな方、あのトロッターズというね、はい、まあ、アレム・グローブ・トロッターズっていうのは昔ね、うん、ありましたけど、うん、彼らはね、まあ、バスケットやってる中でいろいろ見せてくれるんですけど、うん、あのロード・オブ・グラビティはね、あのトランポリンを使った方でより、まあ、高く飛んでこうドーンっていうね、うん、やってくれますので、そんなのもありますしね、はい、そんなのもありますし、まあ、はい、ソングライダーズも当然出てきますし歌ってくれますし、はい、あとは2代目公認ブースターがどういう形になるのか、はい、そうですね、そしてバスケット家で田中様の踊りもあるし、はい、はい、あるのか、あるぞ、いなか、あるぞ、あると言い切りましたね、あるよ、勝手に私はやらせる、はい、なるほど、田中様って言ってたのにやらせるんですね、そう、はい、あとお楽しみは、はい、これからでございます、はいはい、そして、急に、気が向いて、はい、やってしまいました週刊 BJTV ニュースですが、はい、今週またもう一回やるのかな、そうですね、今週金曜日ぐらいにもう一回やろうかなと思っていますので、はいはい、まああのね、今回、まあ、これがねもともと本来の週刊 BJTV ニュースの姿ではあったんですけれど、はい、おじさん2人で、ね、お届けする地味にお送りしました、はい、昔これをね5分間ぐらいでやってた番組だったんですけどね、うん、はい、それが気がつけば今こんな大きなことになってますけれど、まあ、ちょっとね今回おっさん2人だけだったので、はい、まあ、次回はね、辰巳さんも来てくれるでしょうし、はい、ちょっとね他の方もどうしようかなということで調整してますので、金曜日の、夜19時かなになるかと思いますけれども、また今のところ予定してますので、はい、あ、そうなんだ、はい、また、うん、ツイッター等々でね、あの告知はギリギリになったらごめんなさいしたいと思ってますけれども、はいはい、もしお時間あればねまた見ていただければな、月曜早々からね、はい、おっさん2人でお送りしたので、おっさんがね興奮してどうしても喋りたいがためにやる週刊ビジティブニュースですから、はいはいはい、じゃ あ最後にねもう一度、はい、秋田のビリ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 となったシーンをちょっと見てみましょうか、はい、出るかな、出るかな、ちょっとね今カメラ技術者が首をかしげてますけど、ね、なるほど、じゃああれですね、これはフェイスブックとかにねちょっとまた上げたいと思いますので、うん、そうか、これ見ていただけるとね興奮よ再びということで、うん、何度も同じことができるほどの技術力はなかった、はい、いやいやそんなことはないですけどね、まあちょっとまたフェイスブック等で見てもらえれば嬉しいです、はいはい、はい、はい、ということでございました。急遽お送りいたしました週刊 BJTV、はいはい、急遽にもかかわらず、はい、500人近くの方に、はいはい、見ていただけて大変嬉しいです。これ第28回と言っていいのか、それとも第 27.5 回と言った方がいいのか、28回としましょう、していいのか、はい、これが本来の姿ですか、なるほど、はい、うん、まあご不満が多々終わりであるとは思いますが、そうですね、はい、しょうがねえんだよこれでやったんだから、そうそう、うん、あの急遽ね呼んだら誰も来てくれなかったんで、そういうことだ、はい、2人でお届けさせていただきましたけれども、はい、またね金曜日、違った視点でね、あの私の視点からの話は散々今日させていただきましたけれども、うん、辰巳さんとかね、別の方の、まあ、お話も聞きながら、今週金曜日に、まあ、有明の新しい情報もあると思いますので、はいはい、またお届けしますのでぜひ見ていただければと思います。そうですね、はい、それではこれ見て週刊 BJTV ニュース、はい、緊急生放送を終了したいと思います、はい、ではまた金曜日にお会いできればと思います。言っちゃったなお前言っちゃったな、言いましたよ。
バスケ見ようぜ BJTV。